さあこんにちは。さあ豊さん、はい、MVP も今シーズンの、はい、発表されました。セパともに、まあこれは、はい、まあ、鉄板だったというかさ、はい、本当に頑張った2人が選ばれたというかね。そうですね、だからまあセリーグは村上、はい、パリーグは山本、はい、もう誰も文句つけようがないというかね、うん、そうですよね、うん、パリーグの山本投手なんですけど、はいはい、まあ、山本投手がもうトップでもちろんそうですし、はい、ね、で時点というか時点が、同じくオリックスの杉本選手、うん、そうだね、でその次が吉田正尚選手、うん、その次がやっぱり宮城投手ということで、オリックスがやっぱり上位を、ね、独占という、はい、そうだ、まあ、これは当然だろうね、まあ、優勝という、はいはい、うん、で山本投手、今シーズンの成績なんですけれども、まあ、18勝5敗どうやって負けたんかなって、いや5敗は何だったんだろうっていう、はい、15連勝、まあ、前半にねちょっとね、うん、パパッと負けた時があってね、はい、5月だったかな、5月以降負けてないんじゃないかな、15連勝シーズンでしたもんね、はいはい、で防御率が 1.39、まあ、2点取ってくれたら勝てるっていうことだったね、はい、だからこそなんかあんまりその山本投手が投げてるときって味方のなかなか援護がそんなに得点が入らなかったっていうのはありますよね、まあ、最初はね、はい、うん、だけどやっぱこう優勝がかかった後半は、はい、ある程度点を取ってくれるようになってきたよね、うん、はい、うん、でその他最多奪三振、最多勝、最優秀防御率、最高勝率のタイトル、そして沢村賞も取りました。文句なしだよ、いや文句なし、いや一言言っていい、はい、山本の、はい、山本が投げてるときはつまんない、うん、試合がもうつまらない、そのこれはもう抑えられるなと思ったらもうきっちり抑えられるから、見てる方のそのハラハラだったりとかっていうのがなくて安心して、うん、まあ、安定感抜群だから、そういう意味でってことですよね、そう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 、あそれはねやっぱね 100m 走るように、はい、オリンピック選手と高校生が走ってるみたいなもんだから、はい、試合が始まったら、はい、勝つだろうと思って勝つ、うん、山本なんか負けないだろうなと思って見てるとさ、はい、負けないもん、まあそうですよね、それはね楽しいことではない、うんうん、逆に言えばってことです、ね、それはオリックスファンからするとさ、うん、いや楽しいよ、いやそうです、安心感抜群だもん、もうここで一つの勝ち星っていうのが計算できるわけですもんね、でも対戦相手はどうやって攻略するんだろうっていう楽しみを持って見れるっていうのもまあ一つなんだろうけど、そうですね、ちょっとね手のつけようがないんだよね、ってなると例えば来シーズンもあの他の5チーム、まあ、交流戦もありますけれども、じゃあ山本投手と当たる時の相手の先発ピッチャー誰を持ってくるんだろうとか、いやもう正々堂々といかないと、もうエースエースで、ああもうそうだね、それは逃げてたら、はい、もう30勝ぐらいしちゃう、いやいや本当に30勝すごいですよね、いやいや逃げたらダメなんだよ、ね、やっぱ負荷をかけていかないと、まあ、シーズンかけて、はい、それでまあ、足技を使ったりだとか、やっぱり楽な相手とやるんだったら楽に勝つよ、そうです、そしたらシーズンもノンストレスで勝ち星重ねていくよ、うん、じゃなくてやっぱりこう、あこれはきついな、うちの打線も点取れないだろうなっていうようなとこからスタートさせないと、はい、これはやっぱりダメだと思う、そうですよね、他のチームもで1シーズンを通して各球団が山本を張るしかないよね、あだいいピッチャーを当てて、はい、もう疲れさすというか、まあ、崩していくということですよね、対策としては、うん、文句なしのパ・リーグの MVP 山本投手でしたよね、噛んだねMVP いくですねMVP っていやいやもうそのぐらい鉄板だから、まあ、鉄板ですよ、あ、さあ、そしてセ・リーグがその村上選手、はい、ヤクルトので、まあこれも文句ないね、そうですね、で次点が山田哲人選手、うん、そしてその次が清水投手で、まあ、岡本和真選手なんですけど、やっぱり上位3名はヤクルトということで、うん、清水が入った3位に、はい、嬉しいだろうね、いやそうですよ、いや本当ね地味だけどね、はい、まあ地味っていうかヤクルトファンの中で地味って言ったら怒られるのかも分かんないけど、はい、でもよく頑張ったよ彼も、そうですよね、中継ぎとしてで、はい、まあ、村上選手に話戻すんですが、全試合に出場、うん、そして、通算100本塁打を史上最年少でという記録も取りましたし、うん、から39ホームラン、これ岡本選手と分け合ったんですよ ね、 そうだね、ホームランはで112打点の2割7分8厘ということで、セ・リーグでこの MVP を取るのは史上最年少の記録ということです。文句ないよね、文句ないっていうかさ、大したもんだよね、はい、やっぱ気持ちが強いわ、うん、
気持ちが強いのと、なんていうのかな、純粋だね、勝負に対して、うん、同僚を鼓舞する姿勢だとかさ、はい、そういうのをベンチの前にポンと飛び出してガッツポーズしたりだとかさ、なんか見ていて、あ、こういう人がリーダーだと強いなっていうのを感じさせてくれるよね、はい、うん、だからまだリーダーというふうにまでは言えない立場なのかもわからないけども、周りが確実にこの人をリーダーにしていくだろうなっていう、そうですね、もう間違いないよね、あのグラウンドの中でもなんかみんなの精神的な支柱にあの若い選手がなってるっていう、なるよね、はい、いや強いよ、こんなに強い人っていうのは誰以来っていうのがなんか記憶にないぐらい強いよね。ねえ、阪神とのあのサインのちょっとこの会った時も、うん、村上選手がサードからちょっとって言いに行ったわけじゃないですか、まあ確かにね、だったりとか、うん、そのベテランとか中堅の選手ではなくて若くてもやっぱりその曲がったことが嫌いというか、なんか疑問に思ったらすぐ行くとか、なんかその怖いもの知らずというか、まあ阪神が曲がってたとは言えないんですよ、ね、言えないけども、もちろんそうです、言えないんだけど、はい、いやだけどそういう疑わしいことに対してやっぱスパッとこう差し込んでいけるとかね、はい、まあ、そういうなんかこう強さというか、うん、そういうものがあるし、はい、あとは自分のチームを守るために、うんうんうん、ね、チームのためにっていうのがすごく彼からは伝わるから、そうですね、だからまあそういうところがすごいなっていうのは思うよね。もともとの性格もあるんですかね、それとも何かやっぱりヤクルトに入ってコーチとか監督とか、いやもともと持ってないとできないでしょ、なんでしょうね、すごい、なんだろう、性格、いや、やっぱ負けず嫌いなんだよ、やっぱやるからには勝たなきゃ面白くないというかさ、はい、勝つために俺たちはやっているという、うん、まあ存在しているというか、そういうことだろうね。あとまあ動じないというか、そういう逆境とか、うん、そうだね、そういうところ、だから彼に、まあ、これから給料はどんどん上がっていくと思うけども、はい、いくら払ったって、うん、そんなお金にもびくともしないというかさ、はい、なんかお金もらったから偉くなっちゃったとかさ、うん、偉くなるとかそんな感じじゃないよね彼は。そうですよね、彼はなんか勝つために野球をやって勝負というものに勝つためになんかこうバットを振ってるというかさ、お金のために振るとかそういう匂いがしないんだよね、うん、だから本当に純粋さを感じる勝負に対しての。そうですよね、あ、だからそこがなんかこうすごくみんなも認めてるところじゃないのかなと思う、ね、今本当にセリーグの中での一番4番バッターっていうことなんですかね、やっぱりどうですか。まあそれは岡本も黙ってないよね、はい、鈴木誠也もいるよね、はい、だからまあそれなりに4番を張ってる人間っていうのはそういう気骨があるよ、うん、だけどまた村上は強いね、強いですよね、強さがある。そのね、名前が挙がった岡本和真選手も同世代で4番張ってますけど、またタイプが違うというか、やっぱりなんかその強さっていうのが村上選手あるある、すごく感じますよね。いやだからこの2人はやっぱライバル関係で、はい、毎年タイトル争いをしていく2人なんだろうなと思うよね。ですよね、面白いよね。いや面白いと思います、いいライバルがいるんだなっていう、うん、だからヤクルトが今年、まあ、優勝したけど、はい、なんかこれから安定して村上が引退するまでは強いんだろうなっていうような予感さえするよ、はい、ヤクルトかチームが、うん、だから1回優勝したから、はい、もう来年はゆっくりするとかじゃなくて、うん、いやこの優勝よりももっと素晴らしい優勝があるはずだとか、うん、なんか1回優勝してこれを継続しないと意味がないとか、うん、なんかそういうタイプに見えるんだよ、うん、ちょっと評価しすぎかな。いや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 、多分皆さん感じてると思いますし、うん、例えばこれからあの侍ジャパンをやっぱりなんか引っ張っていく、いやそれは間違いない、間違いないよ、ね、間違いない、それは間違いない、そうですね、引っ張っていく、引っ張っていくし、うん、すごいな。いやだからどこまでこれからまだ若いですけど、どういうふうに年齢を重ねてどん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 こう上に上り詰めていくのかなっていうのが楽しみな選手だ。そうだね、はい、太らないことだね今ちょっと彼はね見てるとねちょっと太る体質なのかなっていうのは感じる、うん、はい、まあ今は太ってるっていうんじゃないよ、はい、これからやっぱりこうちゃんとね、うん、あの成績を残せてきたらもっとね、
なんかやっぱこう練習も任せてもらえるし、うんうん、動きが少なくなってくるとちょっと太るかなって、うん、だからもう太らないようにしてほしい、ね、そこだけはっていうことですよね。そこだけは自己管理として自覚を持ってやってほしい、それだけでいいと思います。いやでもね、今シーズンというか MVP、パ・リーグ山本投手、そしてセ・リーグ村上選手ですし、まあ、新人王もそうですけど、今年もですけど面白いというかワクワクするような1年でしたね、シーズン通して、まあ、うん、まあ、まともにできたしね。そうですね、オリンピックでは金メダルも取れたし、はい、その中でやっぱ活躍した人たちがまたタイトルに絡んでみたいなね、はい、すごいなと思うね。そうですね、若手は頼もしいね。いや、なんかもう若手ってつけられないですよね。若手じゃなくてなんかもう、もう精神的な支柱になってるという各チームのね、はい、うん、まあ、それがすごいよな。そうですね、はいはい、いやでもね、MVP を取った山本投手、そして村上選手は本当に今シーズン、お疲れ様でした、はい、そして改めておめでとうございます、はい。